はい、皆さんこんにちは。前回ね、マイコが仲間になったんやけど、でその後ね、どこに行けばいいかわからんし、何すればいいかわからんような状態になってしまって、でね、途中気づいたんやけど、一つ取りこぼしがあってから、主人公の城の南の祠のじいさん、前会いに行ったと思うんやけど、そのじいさんが二人以上でサマルトリアの西の湖の洞窟に行けみたいな、そこに鍵があるよみたいな、銀の鍵やったっけ。で、もう見た目通り、これでも見れるか、もうすでに3人集まってるやんね。だけもう順序逆転してしまってるんよね。本当はね、ランドが仲間になった時に行くべきやったんやろうけど、もう先にマイコ仲間になっちゃったから、だから結構ぬるゲーになるんじゃないかと思いつつ、その湖の洞窟行ってみます。あ、こっちか。なんか下の方に湖があったからそっち側かなと思ったけど、こっち側か。いやー、分岐が多い感じ。あ、やっぱり敵弱いんか。結構ぬるゲーになりそうやな。あ、でも何やろ。毒消し買ってないかな。あ、やばいかも。あ、二つか。もし毒蛇的なコブラやったっけ。ああいう奴らが結構出たら結構危険かなって感じかな。と、薬草、毒消しだね。いやー、毒消し結構出てきてくれたら嬉しいんだが。行き止まり。ここも行き止まりか。おーっと。分岐が、やたら遠い。これは？安っ。17ゴールドいらねえ。どうしよっかな。こっち側行ってみるか。あー、繋がってるな。下から行こうかな。いや、めっちゃエンカウントするな。いや、エンカウントしすぎやろ。なんかダンジョンやったらエンカウント率が高くなるとかあるんかな。あ、行き止まり。やっぱりこっちが正規のルート。と、下に行って、地下の階段があったわ。ラリフォーアント、え、寝かせる感じ。眠った眠った眠らなかった。めんどくせえなこれ。間違えた。あ、逃げるは一番下か。あらら？起きねえな。起きた起きた。どうしよっかな。やっぱ逃げる。うわぁ！殴っとった方がよかったかな。だが逃げる。オッケー。で、地下の階段。わあ、なんか逃げミス多いな。あ、てか体力やばいな。ランドが結構食らっとるわ。と、呪文、ランド。ほい。これ、キアリーってなんなんやろね。確かね、キアリーね、覚えてる限りでは、戦闘中には、出てこなかったんよね、コマンド。魔法のコマンドが。
フィールドで使う専用のものなんやろうけど、それが何か考えつかないんだよね。分岐だらけだ、ここ。宝箱、毒騎士やったら嬉しいが、調べる。薬草か。いや、なるべく逃げてるから。あ、でもね、毒持ちのやつから逃げそびれたらね、厄介やかんな。宝箱、オッケー。軍隊、あ、軍隊ありか。あ、増えるやつか。あ、めんどくさ。これ一生増えるもんな。あー、どっちやろ。左。いやー、鎧ぬかで最初ボスって思ってたもんな、あまりに硬いから。お、ダンジョンの採用ってことは鍵が、キメラの翼いらねえ。40ゴールド、あ、右側か、採用は。あ、いかんな。おお、逃げてくれたわ。マジ空気読めるな、あいつら。ちょっとね、ギラギラみたいな感じでギラ2回食らっとったらマイク死んどったしな、今の。で、この下、お、これは雰囲気が採用。来た、これじゃね、鍵。オッケー。で、銀の一個か。一箇所しか開けんけん。あ、どうなんだ。そもそも銀の鍵ってどこにある？銀の扉ってどこにあるんやったっけ？先週じゃなかったの？前回言いよった。なんだっけ？ムーンペタの街のここのドア開けたいって言ってたところ。あれ、よく見たら金の鍵、金の扉やったっちゃね。だって銀の扉どこにあるんやろうと思ってから。あれじゃね？なんだ。場所名忘れたけど、主人公の、お城の中になかったっけ？確かね、鍵がかかってる扉が、2種類あったと思っちゃうね。その片方が銀の扉かどうか定かじゃないけど、で、この世界には確か扉、鍵がかかってる扉って2種類よね。すなわち、それ片方が、金の扉じゃないかな。行ってみるか。よし、着いた。確かこの右上の隠し通路みたいな。ここここ。で、ここがやっぱり銀の扉だ。で、道具の、誰が持っとるんや。なんだ。マイコかな。オッケー。よし。地下。
牢獄？どういうこと？ここは牢や王子様のような方が来るところでありませぬぞ。ほう。またあの牛魔王みたいなやつ、こっちに来るまで待たないかんの？オッケー。おい、牢屋の鍵は持ってるかねえよ。さっさと行き上がれ。おい。ここ開けてくれたらいいことを教えてやるぜ。どうするんや。大した情報がなかったな。この下めっちゃバリア張ってるやんか。ということはあの左下のやつ相当な悪人なんかな。二重扉で守ってるやん。いや、どうしよう。銀の鍵使ったしな。あれ？もしかしてこっから回れるとかある？あ、出ちゃった。他にない？あ、いや、もう、鍵使ったしな。あれ？こっち側に銀の鍵、銀の扉あるやんか。もしかして。あ、やっぱりそっか。消費型じゃねえんだ。魔除けの鈴は魔法のお守り。眠らされたり呪文を封じ込まれたりすることがなくなる。へえ。そういうアクセサリー的なものがあるんか。クロロはまだ子供なのに辛くなったらいつでも帰ってきていいのですよ。いや、もう仲間が集まったからね。大丈夫っすよ。ああ、てか、銀の鍵、何回でも使えるんやったら別の町とか、銀の扉、探してみようかな。あるかな、銀の扉。ああ、あれ、ある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 、お店。マイコ銀の鍵。お、ここは福引き所。確かに福引き券結構あるしな。まあ今はいっか。他に扉は銀の扉。銀の扉はなさそうかな。ねえな。次はサマルトリアかな。こっち側はない。金の扉確認。銀は？こっちは王女の部屋はないね。こっちもなかった気がするよ。ないな。確かムーンペタ銀の扉なかったと思うんやけど、まあ一応もう一度確認するか。よし、ムーンペタ到着。そうそうそう、さっき言ってたやつここ。金なんすよ、扉。あそこは後回しで、銀の扉が、ねえな。ねえな、これ。あとムーンブルクか。確認しようかな。ここ、銀の扉とか。左上あるけど意味ねえもんな、あれ。開けても。で、王様の部屋にもなし。地下行くか、地下。
ないね、扉。ないかー。さあね、これで一通り今まで行ったところ、行ったことがある場所行ったもんね。あれはもう、あれか。行ったことないところ開拓って感じかな。なんか情報あったっけ？大概人に話聞いたと思うんやけど。どうすかな？この、ラーの鏡があった沼地、あの橋が4つ立て続けにあるところ。あそこの東方面とか行ってみようかな、今度。ちょっと今回はここまでにしようかな。では、ご視聴ありがとうございました。